どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、魔導書デッキやっていきましょう。私流魔導書デッキはですね、高校暗記にします。あんま聞いたことないですよね。魔導書って基本的にそのゲーテとかで先行制圧してくるデッキなんですよ、基本的にね。魔導書デッキなのになんか高校暗記にするっていう、ね、デッキを、ね、作ってきたんで、これどうやってやっていくかご説明していきましょう。まあ、ちょっと成功確率はまあそこそこ低いんだけど、これ、ね、トールモンドさんっていうのがね、結構強いんですよね、あの効果は。自分が、このモンスターの、このトールモンドの特殊召喚に魔法使いとかモンスターの効果か魔導書と名付いた魔法カードの効果によって、特殊召喚に成功した時発動できますよと。だから、例えばね、まあ、ネクロの魔導書で蘇生したりとかしてもいいし、あと簡単なのはこれ、あの魔導召喚師テンペル、魔導書カードじゃないので、まあ、グリモでサーチできないっていうのはちょっと痛いんだけども、テンペルは、こいつがいる状態で、魔導書と名付いた魔法カードを発動した、自分のターンのメインフェーズ時、だったら、まあ、こいつがいる状態でっていうか、別にこの書き方だったらいなくてもいいのかな。テンペルが、魔導書を発動したターンにテンペルをリリースすると、デッキから光属性または闇属性の魔法使いのレベル5以上のモンスターを特殊召喚するっていう結構強めのカードなんですよ。だからこれ例えばね、あの他にも、まあ、トールモンドじゃなくて、まあ、魔法使いだ何でもいいんで、コンクロとかああいうの特殊召喚できたりするんだけど、ラモールとか、このトールモンドさんがその特殊召喚にじゃあ成功したら何するのと、まず自分の墓地の魔導書カードを2枚回収しますよと。で、まあ特殊召喚の制約は一応かかります、この方が発動すると。でその後、この効果でカードを手札に加えた時、手札の魔導書と名のついた魔法カードを4種類、見せると、フィールドのこのカード以外のフィールド上のカードを全部破します。大好きそうなね、某、脳筋実況者 R 氏が、大好きそうな効果でしょ。だからこの全ぶっぱを使って相手のフィールドおよび自分のフィールドも全てをぶっぱします。で、ヒューロを使うと1000上がるんですよ、あの打点が。なので1000上げて、絆の力してスキルで、そしたら4000なんでワンパンです。これだけで、これ何が強いかっていうと、新しいパックでこのトーラの魔導書っていうのが追加されまして、トーラの魔導書が魔法トラップカードの、効果を受けなくさせることができる、まあ、清掃みたいなイメージですね。魔法使い族にしか打てない、しかも魔導書でサーチできるんで、グリモとかで。で、トールモンドに例えばデモンズチェーンとかソコナシとかされちゃうとか、あとテンペルとかにね打たれちゃうとかあるじゃないですか。そういうのを回避できるんですよ、トーラの魔導書だったら。でこれが結構強い、しかも速攻魔法なんで、例えばまあソコナシ打たれるよとかいう時に、トーラの魔導書発動してトラップカード受けないってすれば、ソコナシ食らわないし、デモンズチェーンも食らわないってことですね。だからこのトーラの魔導書と、コンボパーツ、説明しておくと、初手、テンペル、グリモの魔導書と、ヒュグロかトーラ、どっちか、があれば、高校ワンキルが成立します。なので、こういう、なんか全然ピン差しでいいカードを2枚ぐらい積んでんでしょ。要はこれを引きたいんだよ。これ引いて高校ワンキルしたいから。だから、これ2枚積んでんでしょ。あれですね。普通にゲーテとかでも一応戦えるようにはなんかしてますけど、もうなんかワンキルするんだったらもうゲーテいらんすよ。ゲーテなんていうカードいらないんすよ。魔導書でゲーテいらないって聞いたことある？俺はない。早速ね、ちょっとトールモンドワンキルさんをねぶちかましていきましょう。ちなみになんですけど、こいつねよく見るとね白い向いてんすよね。はい、クソとどもいいな。デュエルスタンバイ。さあスーパー白目は、おあー、なるほど。グリモですね。グリモがあればっていうところはあるんだけど、まあワンチャン、トーラからのセフェルすると、あ、でもダメだな。グリモ、グリモですね。グリモ。トップグリモ。トップグリモゲー。さあ、死なぬいデッキをぶん回していく。妖刀手段に来た。妖刀手段に来た。で、セットしていく。さあ、カード2枚セットしていく。あ、強い。オッケー。でもトーラの魔導書でグリモが引ければ、はい神、はい神ゲー、神ゲー、神ゲー。テンペルを召喚し、テンペルを召喚し、さあそこの足を打ってくるか、そこの足を打って、サイマジあるかもしんねえもんな、サイマジあるかもしんねえから、そこの足は早いよな。グリモの魔導書を発動、
さあグリモの魔導書の効果によってデッキより魔導書カードを1枚サーチしてくる。さあこれをどうするか。さあなんだ、同級部隊か、同級部隊かなんかか、同級部隊でもなんでもいいんだけど、トーラの魔導書はね、最強なんで、こういう同級部隊とかそこらしとかを回避できるんで、この速攻魔法はそれがめちゃめちゃ強い。さあ考えている。さあ同級部隊をいつ打つか。さああとは同級部隊をいつ打つか。これは一回トーラの魔導書を持っていればいいんじゃないでしょうか。トーラでこれ2枚、これターン1制限ないんで、トーラは何回でも打てます。一旦に。さあセベルの魔導書の効果を発動。セベルの魔導書の効果によってトーラの魔導書を見せて、もちろんグリモの魔導書の効果をコピーし、デッキより魔導書カードを手札に加える。さあどうするクローホーガンさんよ。これはゲーテでいいか。ゲーテでいいな。ゲーテ持ってきて、さあ来い、さあ来い。ドキブ隊、ドキブ隊まだ来ない。テンペルの効果を発動、自身をリリースし、魔導天使トールモンドを特殊召喚。トールモンドの効果を発動。トールモンドの効果によって墓地の魔導書カードを2種類手札に加えることができる。さあどうする、ドキブ隊打つか。ドキブ隊打てよ。さあドキブ打て、さあ打て。いつまで迷ってんだ。もう戦争サーチできるってやっぱ強いよね。戦争サーチできるってさ聞いたらちょっと強そうじゃない。さあ魔導書めっちゃいっぱいになった。で魔導天使トールモンドの効果を発動。魔導書カードを4種類相手に見せつけることによって、相手のフィールドのカード、そして自分のフィールドのカードも全て、自分以外を全て破壊する、スーパージャッジメントドラグーン効果。強すぎる。さあ、ドッキー部隊を撃つことだな、せいぜい。もう遅いぜ。ドッキー部隊、いいだろう。ドッキー部隊効果。リリースして、相手のカードを破壊したいという効果にチェーンし、トーラの魔導書の効果を発動。このモンスターは、このターン、トラップカードの効果を受けない。さあ、バッコーン。つえドッキー2枚、お疲れ様でした。ドッキー2枚はマジでお疲れ。でこうしてスキル発動、絆の力、まあ、ホムラカミじゃなくてよかったね。セットバトル、オラThis is 白目ワンキ、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、騎乗員アスカキララ選手、よろしくお願いします。より3倍。アスカキララ最近さ、ヒカルさんのチャンネルの動画に出すぎっていう問題ありません？YouTube のYouTube のヒカルさんの動画にアスカキララ出過ぎ問題っていう。あいつは付き合ってんのか。いいなアスカキララと付き合うなんて羨ましい限りだぜ。ドロー、テンペルいいだろう、これは最強だ。テンペルを召喚。さあトーラの魔導書がある。あとちょっとグリモ2枚かぶってるの若干弱いが、さあグリモの魔導書の効果を発動。魔導書カードをよかった、危ねえ。これでね、何がしたいかバレるとね、ちょっと言いないんでね。で、セフェル、魔導書加える。これ、言うてさ、言うてだって、これでセフェル、セフェル、で、こうするでしょ？で、ここ、こうして、これが通ったらもう多分大丈夫。これがもう通ったら多分大丈夫で、これ見して、で、ヒュグロ持ってきて、これが通れば多分大丈夫。これが通れば、4種類になるから、ヒュグロでよくて、ヒュグロ持ってくる。で、これで通ったら大丈夫。これもう大丈夫だね。これもいいね。もう何もしないで。何もしないで。オッケー。よし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 。で、あ、でもまだわかんないか。テンペルの効果。あ、まだわかんねえのか。まだわかんねえのか。まだ、これ4種類しかないのきついな。4種類しかないのきつい。これはちょっとグリモかぶりがきつい。これ、ここで底足とかされると、トーラ使わざるを得ない。頼む、何もしないでくれ、何もしないでくれ、トーラ使いたくねえ。いける、なんか知んないけどいけるぞ。1枚2枚3枚4枚はい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 、4種類蒸しました。全てのカードを破壊します。さあなんだそれ、そのトラップカードなんだよ。もう大丈夫だ、もうトーラいい、よーし、オラー、なんだこれ、クレータープラネット、何やそれ、何やそのカード、もうどうでもいいや。ヒグロの魔導書の効果を発動。ほら、打点1000アップして、カードを1枚セットして、なるほど、スキル発動していく。
おら食らえあっぶれ対戦ありがとうございました。さあお相手の勝ったイザヨイアキ選手よろしくお願いします。さあ窓でさワンキル しようとしてるの俺くらいじゃねえマジで。窓でワンキルしようとしてるの俺くらいだろって話だね。ほっとけ来た。マドロちゃん可愛い来た。マドロちゃんもそろそろ強化くんねえかな。エクシーズ来たらくんのかな強化。メッセンジャーと OK。で、OK、了解。マドロちゃんカードサーチしていく。え、だからさ、マドロちゃんもさ、エクシーズテーマっちゃエクシーズテーマなんですよね。なんかプリンセスールだっけ、あれがね、すげえ強いんだね。なんかリリースして特殊召喚するっていうモンスターをね、マドロちゃんモンスターを。それがめちゃめちゃ強いんだけど、それが来たら、これも勝ちじゃね、これも勝ちでしょ。セフェル、トーラ2枚ある。トーラ2枚あるとクソ強くないこれ。トーラ2枚のクソ強いだろ。トラップカードの効果一切受けないから、セフェルの魔導書、効果発動していく。で、トーラの魔導書を見せながら、これはヒュグロを持ってきていく。よし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 。そして、テンペルの効果を発動。そうね、で自身をリリースしデッキよりトーラ、あれなんだこれ、あっあっえそんな効果ありましたっけ。自分の墓地にモンスター遊んだしない場合モンスターが無効にする、え強っ、えそんな効果ありましたっけ。ドヤ顔で解説してマドロチエアプラのバレていく。